こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、皆さんからいただいている質問にお答えしますシリーズパート54いきます。頑張らんで適当でチャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。はい、では早速ですが読んでいきたいと思います。ゆきなさんです。ありがとうございます。揺さぶられっこ症候群を知ってから抱っこの上下のあやしやラックの揺れに敏感になってしまいました。この前は手首が腱鞘炎になり抱っこから布団に子供の頭を置くほんの手前で痛っと手が滑りドンと低い位置ですが落としてしまいました。行動やどのぐらいの強さだと揺さぶられ症候群になるかなどあれば教えてほしいですということです。これね、揺さぶられっこ症候群って本当に言われるようになってからすごい神経質になってしまいますよね。人間としても赤ちゃんこう抱っこした時に多分本能的に、ね、自然に揺れるんですよ。揺れます、あやすのにね。だから揺さぶられっこ症候群って言われたらこう揺らすってこう自然にこう揺れるっていうこともこれあかんのちゃうかってなってしまって、なんか赤ちゃん抱っこしたままじーっとしてるもんなんかね、うん、でどこら辺までやったら OK なんかってすごいこう神経質になってしまって悩んでしまったりっていうことがあるんですけどね。基本的に揺さぶられっこ症候群っていうのはその首がまだ座ってない背骨とかそこら辺がきっちりできてない赤ちゃんたちをグワーって激しく揺らすことによってある程度こうね体幹がしっかりしてきてる赤ちゃんは揺さぶられてもね自分で体グッてこう緊張するさせることができるので自分で支えようとするんですよ。なのでこう少々揺さぶられても大丈夫なんだけど、なぜ首がまだ座ってない赤ちゃんっていうのは揺らされた時にも自分でこうグッとこう力グッと入るっていうのができないから、それでこう脳がね揺れてしまって過剰に揺れてしまって眼底出血って言ってね目の奥の方の神経とかプチって切れてしまってね目の奥の方で出血をしてしまったり、あと脳内出血を起こしてしまったりっていうようなことが言われているんですね。じゃあどのぐらいの頻度でどのぐらい揺らすとそういうことが起きるかっていうと、基本は2秒間に頭を5、6回以上、だから1、2、このタイミングで1、2、3、4、5、これ以上の揺らしなかなかないんじゃないですか。2秒間に5、6回以上の揺れですよ、縦揺れ、頭だけの。でもその時もね、こう頭とか首とか座ってない赤ちゃんを支えた状態で例えば抱っこ紐とかに入れてこうやって揺れてるのは大丈夫なんだって。2秒間に 5回以上やったと、首を支えてこれやったら大丈夫なんで、支えてないこういう状態で2秒1、2の間に5回以上、そんなんしないでしょ首座ってない赤ちゃん。なので基本的にはね、首座ってない赤ちゃんも首座ってからの赤ちゃんもちゃんとその赤ちゃんが不安定にならないようにっていう状態で支えて揺らしてあげる分には大丈夫なんですよ。だから車のね、例えば、チャイルドシートであったりとかラックに乗せてね、電動のでこうやって揺れるのとかバウンサーとかありますよね、こうビヨーンビヨーンってなるやつ、あんなんとかもう揺らすからって言ってそれで頭がゴランゴランになる状態にはならないでしょ。ってことは常識範囲内で考えてもらって、その揺らすことで赤ちゃんがおとなしくなんか心地よくしてるんやったらね、気にしなくてやってもらっていいです。ギュイってこう思いっきりガンって持ち上げて、でヒューって戻して、またグイって急激に持ち上げて、ヒューって戻すっていうのを首を支えずにやる。そんな動きやります？ 2、3 ヶ月までの赤ちゃんにヒュン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 、こんな癒し方する人いないでしょ。ね、こうやってこうやってこうですよね。うん、なのでそんなに神経質にならずに自分がなんか本能的にしてあげたいなって思ったことはやってもらって揺さぶられっこ症候群になることはまずないので、はい、もっと自然にナチュラルにやっていきましょう子育てね。はい、じゃあ次いきますよ。中君さんです。ありがとうございます。現在妊活中です。BMI 24から25ぐらいです。妊娠しやすいのは BMI が21から22ぐらいと聞き、もう少し体重を落としたいなと思うのですが、妊活中の減量方法でジョギングは好ましくないのでしょうか。食べることは大好きなので、できれば体を動かすことで減量したいと思っているのですが、ネットなどで運動は良くないと見ることもあり、これで妊娠することが遠のいたらと心配になり、太っているままです。なるほど。なんで体重落とすのにジョギングは良くないんやろ。ごめんなさい、私その理由っていうのがちょっと分からないです。なんかたまにこうやって分からへんことが出てきてクソってなるんですけどね。
あの健康的に痩せる、だから過剰なダイエットは良くないよ。 BMI を落とすために、体重軽くするために、もう節制して食べるのをやめたりとか、食べへんと過剰に運動するとかで BMI を落とすっていうのは、これ不健康でしょ。痩せてるんじゃなくてやつれてるだけじゃないですか。これはよろしくないよね。その状態っていうのは妊娠しようとする体の方向に向かないです、うん、人間は自分の体が健康であってこそ、ね、自分のその生態、ね、体をキープする能力があってこそ、次の段階としてレベルの高い話として生殖っていう方向に行くのね。過剰なダイエットとかやっちゃうと、健康じゃない状態を作っちゃうと、人間の体はこの体を維持することを先にってなるから、生殖機能止めちゃうんですよ。だから生理が止まっちゃったりね、妊娠もしませんよっていうことになるの。じゃあ健康であるために、健康にこういい感じに痩せるっていうのは何やろうって言ったら、バランスいい食事と適度な運動ですよね。その2つで健康的に痩せることで BMI が結果として下がれば、これは妊娠力につながっていくっていうことだと思うんですよ。だから食べること大好きだって中君さん書いてるし、しっかり食べてもらっていいと思います。でもその、うん、間食ちょっと減らすとか、夜遅い時間に食べるっていうのをやめるっていう、あの健康的な食生活をしながら適度に運動、だからジョギングができそうやったら全然構わないと思いますよ。ガンガンにジョギングしてもうフロフロだって、足ももうボロボロなってみたいなね、あの24時間マラソンみたいな、そういう極端なことをせずに、適度に運動して適度に食べてっていう感じで BMI をいい感じに下げていってもらって、まあ BMI そうね、22ぐらいまで持っていけたら妊娠力上がるんじゃないかなっていうふうに思いますので、あくまで健康であるっていうことがポイントです。はいね、赤ちゃんが授かりますように祈ってます。はい、次いきます。マイヤーさんですね、ありがとうございます。6ヶ月を迎えるベビー育児中の母です。寝返りもして、人見知りもするようになり、自己主張一生懸命泣いてしてって感じで、愛おしさが募る反面、大変な育児にバタバタしています。うちの子はおしゃぶりがないと寝にくくて、よく頼りがちになってしまいます。これからのことも考えると、少しずつおしゃぶりを話したいと考えています。どのような段階を踏んでいって卒業まで持っていったら一番いいですか、ということですね。はい、赤ちゃんたちはみんな何かしらこう心の安定剤っていうのを持っています。母乳してる人はおっぱいがね、赤ちゃんにとっての癒しになったりするし、おしゃぶりが落ち着くっていう子もいるし、あとはこのハンドタオルのこの端っこの部分をこうこの辺にこうやってしながら指をチュッチュするのが落ち着くっていう子もいます。みんなそれぞれいろいろね、そういう安定するツールっていうのを持ってるんですね。これね、ライナスの毛布っていう風に言ったりしますけど、スヌーピーのライナスって、男の子がずっとねタオルケットをねこうかじって、ね、ずっとね引っ張り回してるっていうね、ライナスくんの毛布っていう風に言うんだけど、何か人間こうやって落ち着くツールっていうのをみんな持ってるんですね。だから、マイヤーさんの赤ちゃんの場合は、そのツールになってるのがおしゃぶりに今なってるのよね。で、特にそのお口の中に何かが入って、それをチュク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 って吸う、この動きに鎮静作用があるっていうのがね言われています。なのでどうしてもおしゃぶりとかおっぱいっていうのはなかなか、指しゃぶりもそうだけどね、口の中のチュクチュクチュクっていうね、あれが落ち着くのよね。だからね、特にねすぐにやめないといけないっていうことは全然ないと思うんですよ。おしゃぶりやっぱり便利やったりするしね、苦手な子は苦手で、ね、口の中入れても入れてもポロンポロンポロンって外れたりするねんけど、好きな子はね、ハマった子はもうキュンってなって、もうそのままでね、口の中に入れたままで、ね、気を一切超えてきたらね、この入れてるおしゃぶりのままね、舌をキュンキュンって中で回すんでしょうね、あれね。おしゃぶりがね、くるんくるんくるんってこうね回るんですよすげえなテクニシャンやなみたいな、そんな感じのことを やってのけたりね、あとはね、おしゃぶりを加えながら指を横から入れたりとかね、おしゃぶり加えながら器用に喋ったりとかもねするようになるんですけどもね、まあいずれそういうものに頼らなくても自分の感情のコントロールが効くようになるから、まあそんなに必死になってやめさせないといけないっていうことはないとは思うんですけど、まあ一番のやめる時のそのやり方としては、もうやっぱりそれがツールがあるから、目の前にあったらやっぱり赤ちゃん欲しいですよね。だったら欲しがるし、一時は泣くよ、それは覚悟の上でもう捨てちゃいましょう。家の中におしゃぶりがないという状態を作ってしまえば、ママもうそこにないから、もうこれ泣いてるし、おしゃぶりパクって加えさせたいなって思うけど、ない、家にない、なかったらどうすることもできないでしょ。その状態を物理的にどうすることもできない状態を作っちゃうのが一番いいんですよ。まあ6ヶ月だから今すぐやめないといけないと私は思わないけども、でもまあやっぱりおしゃぶり癖になるんでね、2歳3歳になるまでずっとやっぱり必要な子っているし、長ければ長いほどやっぱやめにくくなるっていうこともあるし、歯並びの問題とかも
もあるし、あとは、風邪ひいてる時におしゃぶりずっと加えてることによって中耳炎のリスクが上がるっていうことも言われてるんでね、そういうことを考えると、まあ、おしゃぶりなしで何か他のツールでっていうのもありやと思うんで、もうやめたいんやったらもう家からそのおしゃぶりを捨ててしまうっていうのが一番じゃないかなっていうふうに思っています。ミミさんです。ありがとうございます。今17歳、17歳だってすごいね。17歳、4歳、0歳の子育てをしています。4歳の男の子のことで質問です。半年ぐらい前からどもりが激しくなっています。ママと呼びたいのにママ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 とか、いろいろな面でどもりが出ます。どもりが出るたんびにゆっくり話してごらんって伝えていたのですが、ある人からゆっくり話してごらんは言わない方がいいと言われました。逆にひどくなるからどもりがあってもそのままにした方がいいと言われました。どう対処していいのか分かりません、ということですね。どもりとかチック、チックっていうのはこう目をパチン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 ってやったりとかってこう咳払いをしたりとかっていうね、そういう症状なんだけど、どもりとチック、そのあたりの症状っていうのはよくね検索するとね、精神的に何かとかね、養育環境がとか、ママ の, よ愛情が不足していてとか、なんかそういうねメンタル面でなんか私の子育ての方法があかんねんやみたいなね、そういうようなニュアンスのことが結構書いてあるんですよ。まあ確かに子どもの その精神的な何かトラウマであったり負担っていうのがそういうどもりであったりチックっていうのを引き起こすというのは一理ありなんだけど、ただ4歳5歳、まあ、3歳2歳33ぐらいから小学校のね2年3年生ぐらいまでの間っていうのはね、チックとかどもりっていうのはね普通に彼らの成長発達の段階として出るんです。何もなくてもいい家庭環境で愛情いっぱいに育てられていても出る子は出るんです。なんでかっていうと、子供っていうのは発達がみんなデコボコだからですね。インプットして情報を頭に入れていくその力、そしてそれを言葉にして言語にしてアウトプットする力、そういうものがいい感じに入るものと出すものが上手にこうバランスが取れてていい感じに成長するんやけど、子供やからそれがバラバラやったりするのね。入れるものいっぱいやねんけど、まだ言語としてその自分の気持ちとか表現っていうのを相手に伝える方法っていうのがまだまだ未熟やって、そこがデコボコやったとしたら、結局それが伝えたいことは頭の中にいっぱいあるわけですよ。だけどうまく言葉に出えへんから、それが慌てすぎちゃってどもりになるとかね、そんな感じで成長発達の段階として正常であっても子どもたちはよくどもりっていうのがあります。まあ小学校2年生3年生ぐらいになってくると、それがいよいよインプットされたものとアウトプットされるものっていうののバランスが取れてくるから、どもりっていうのは自然になくなっていくし、でどもった時に子ども自身があ、これどもってしまうから、一回その時に何か発言するときに一回深呼吸してから喋り始めようとかね、そういうことをね自らね編み出していくんですよ。だからあんまりこう親がとやかく、あ、まだと思ってるよとか、ゆっくり喋ってみて、また変な言葉になってるよみたいなことを主張して言っちゃうと、子供もそこに、あ、またなんか失敗するかもしれない、また言われたらどうしようみたいなビビってしまうのよね。なのでもう普通に接してあげたらいいし、あ、どう思ってるなって思っても、それをいちいちこうね、あえて相手にその子供に言ってあげて、そのお知らせする必要ないと思います。ミミさんの子育てがミミさんから見て、まあ、うまくできてるかっていうのはまあ置いといて、愛情たっぷりに私は子供たちを好きやな、可愛いなって思いながら一生懸命育ててるかどうかっていうところをね、自分の耳胸に聞いてみてもらって、で上手にはできてないけども、でも一生懸命子供のためにって思って、私子育てやってんな、うまくできてないけどっていうことやったら、それは子供に愛情はちゃんと伝わってるからね。うまくできてるかできてないか別なんですよ。一生懸命やってるかどうかなんですよ。私も一緒やけど、一生懸命やってるけどほんまうまいこといけへんわ、子育てなんか裏切られてばっかり、なんなんもうってなるけどね。はい、そういう気持ちでいるならば、お子さんはきっと、4歳の子は気がつけばきっと、3年4年後にはどもりはなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思いますので、とりあえずちょっと様子見てあげたらいいと思います。そんなに慌てる必要ないと思います。はい、ということで皆さんからの質問にお答えしますシリーズ54、はい、喋らせていただきました。はい、12人産んじゃいました助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。